おはようございます。速稼塾の久保です。今日は暗号通貨のことをちょっとお話ししようかと思います。本日なんですけども、ビットコインの価格やっぱりね、急騰して660万円ぐらいになってますね。つい先日まで300円台うろちょろしていて、400万円超えるかなとか、500万円に達するのは8月ぐらいなんじゃないかなという予想が大概だったんですけども、まあ、この勢いでいくとですね、もう4月中にも700万とか800万に手がかかるところまで行くんではないかなと思います。で、あと私がね、前々からお話ししていたように、イーサリアムも値段上がってるじゃないですか。それはなんでかってことを私なりにね、ちょっとね、まだこれは想像の範囲なんですけども、おそらくこうではないかなってことを申し上げたいと思います。それはディファイというね、分散型金融と言われているものですけども、この暗号通貨を使って低リスクで高い金利のお金を借りていく、もしくはそこから利益を得ていくって仕組みが今だいぶね、広まっていってると思うんですよ。とはいってもまだまだ少数の方たちが参加できてないと思います。このディファイですよね、分散型金融でお金の貸し借りをするっていう方法なんですけども、ここに 利益を上げていく方法なんですが、だいたい500万とか1000万っていう金額をその預けていてですね、そのうちの 20%、30% を自分で運用していくっていう形なんですけども、これによって得れる利益っていうのは結構高いんですよね。じゃあこれに気づいた方とか、私もね、ディファイの金融講座を限定公開でこの2週間やってまいりましたけども、やっぱりね、参加する方がいるんですよ。で、参加も10万とか20万では逆に手数料で損が出てしまうので、これはね、大口の方ね、やっぱ数百万とか数千万って預けれる大口の方しかまだしっかりとした利益が見込めないんですよね。となるとですね、この分散型金融に必要なビットコインだろう、イーサリアムだろうっていうのを、やっぱりね、数百万円単位で買う必要が出てくるんですよ。そういうことはどういうことかっていうと、この暗号通貨の仕組みをどんどん利用しようと思えば、当然ビットコインやイーサリアムを中心に購入するしかなくなってくるんですよね。だからここが大きな価格上昇の要因ではないかなと私は思うんで、これからもディファイについてしっかりと学んでですね、しっかりとアウトプットを続けていきたいと思ってるんですよね。この分散型金融のメリットに気づいた方が分散型金融に参加すればするほど、ビットコインやイーサリアムを持ってる人は持ってるだけですでにもう利益が見込めるという状態なんで、私がね、昨年から申し上げてましたけども、まあ、他の暗号通貨による実需ですよね、実際に暗号通貨を使って何ができるのかってことをこうやって YouTube を中心に知らせれば知らせるほど、持ってるだけの私の利益が低いリスクでどんどん含み益を得ていくって形になりますので、資金の少ない方はね、私はね、イーサリアムやビットコインをできるだけ多く買っておいて、しかも自分のリスクの負える範囲でですよ、本当にね、5万でも10万でもいいんですよ、10万でも20万でもね、それこそ100万単位で買うのはちょっとね、躊躇される方が多いと思いますんで、10万円ぐらいでいいんじゃないですか。10万円買っておいてビットコインをね、それからあとはディファイっていう暗号通貨を取引システムをどんどん知らせる方向に入るわけですよ。そうするとお金のある人はそちらの方に参加しますんで、私たちは少額な通貨をね、持ってるだけで大きな含み益を得ることができるってことになりますので、あとはタイミングを持って決済すればいいのかなと思います。私もおかげさまでですね、わらしべ長者みたいに、まずネムを5円くらいで買いました。 ISOT も2円くらいで買いました。それが大きく値上がりした時に、十数倍になった時にこれを売却して、それで、ビットコインの方に集中投下したのが、まさにね、功を奏してきたかなっていうところですよね。それから私、根底にはですね、カルダノっていうのが、一回も決済したことがないカルダノがプレセールからずっと寝てるわけですよね。これがえげつない含み益を持っていますので、そういう意味でも余裕を持ってこれから取引できるかなと思っております。まあ、誰も彼もが体を持ってないと思いますので、大きな含み益のバックグラウンドはないと思うんですよ。まあ、ですので、私のお勧めした方法、これからディファイっていうのがとりあえずは今年中流行っていくと思いますし、流行らせた方がいいと思いますので、ビットコインなりイーサリアムも私たちは持ってるだけにしておいて、で、あとはね、ディファイ金融分散型金融のその仕組みをアウトプットすることによって、興味を持っていただく大口の方をずっとね、待っていくっていう仕組みがいいんじゃないかなと思います。で、私 YouTube で発信するのが好きなのは、 YouTube で暗号通貨系のお話とか投資系のお話すると、これはね、広告単価結構高いんですよ。やっぱり証券口座の開設っていうので広告が出てると思うんだよね。その出てる広告に対してのフィーが入りますんで高いですよね。だから食品ですとか家電とか、それから他のサービスとかね、旅行とかよりも、この投資関係、暗号通貨関係の広告手数料フィーっていうのは非常に高いんでね、私は暗号通貨の話、FX の話をずっと YouTube でメインでやっております。広告単価多分ね、他の YouTuber さんの5倍から10倍になってると思います。この再生数でですね、月間の収益っていうのはやっぱり10万から20万ですからね、大きいと思いませんか。それだけで、なんか一定の生活費っていうのは賄えると思うんですよ。
ということで今日はね、暗号通貨の話をさせてもらいました。改めてビットコインは今666万8000円、イーサリアムは20万飛んで8000円、バイナンスコインとテザーはちょっと置いといて、エイダ121円ですね。ポルカドットも先日まで3000円切る値段だったんですけども、現在は4114円ということで、かなりの値上げ幅を見せてくるんじゃないかなと思います。ポルカドットもね、それからアトムもゼフィンネットワークもこれからまだまだ研究のしがいがあると思いますので、皆さんそれぞれの自己責任でリサーチしていただいて、そして思い思いのね、暗号通貨に夢を託していただきたいと思います。暗号通貨はこれからね、全面高に入ってくると思いますけども、ずっと値段が上がるわけではありません。一体どこで決済するのかもきちんと決めておきましょう。それではいってらっしゃい。